も準備終わりました。今日は4時半に起きました。4時半起床のパセリです。どうもおはようございます。今日もしかしたらあのホテル誰か同部屋の可能性あるなと思って、もしホテル同部屋だったら配信ができないかもなので配信しなきゃじゃんと思って、急に予定なかったけど始めました。15分ぐらいで終わっちゃうけど、そう今日の部屋割りとかわかんないから一応夜もする予定ではいるんですけど、一応ね、もし毎日配信じゃないメンバーとかとなったらちょっと生活音ね、プライベートな時間を流すのは申し訳ないので朝配信です。おはようございます。今日とても寒い、寒いけど暖かいね、裏起毛のワンピースにしました。今日は STU チャンネルの前にも一個お仕事があって、自メイク、自分でメイクとあの服も私服だから、そうなの、だからね早起きしてメイクを終わらせました。メイクと髪を終わらせました。おはよう。とっても寒いよまだね、真っ暗です、外は真っ暗です。おはよう。朝ごはんを買って向かいます。何しよっかな、私新幹線で酔っちゃうんですよね最近、だから結構しっかりめに食べないといけない。おにぎりとかでいいか。おはよう。いやー、みんなも早起きですね。今日は前髪をどのくらい固めていくかちょっと迷って、こことここだけ固めてみました。だからここがね動いちゃう、難しい。お仕事終わり、お疲れ様。おはよう。おはようです。固めると私最近前髪固め失敗しちゃうので変になっちゃうかな。いやでもな、固めようかな、どうしようどうしようどうしよう、なんかピロピロピロで動くの気になる。ピロピロピロ、おはようございます。寒いですね。絶対ね移動で乾燥するからクマはまだ消してない。着いたらクマを消さなきゃ。そう、朝配信ねする予定なかったんですけどね、まだホテル割がわからないので一応しときます。一応ね。おはよう。そう、あと前髪固めたら OK。 おはよう。今日 STU チャンネル緊張ですね、めちゃくちゃ。他のグループさんと関わる機会もうゼロに等しいから、もうちょっとドキドキです。おはよう。鼻から水分がこんにちはしようとしてる。寝ててください、冬眠してほしいね鼻の中で。いや撮影、いや撮影ではないかな。おはようございます。年末実家帰らないです、明日までお仕事あるから。お正月も公演あるし帰らない、ショールームできなくなるし、帰ったら帰る予定ないし。
今日湿気すごいですかね。なんかさ、朝早すぎると天気とかもわからなすぎて、天気予報は見たけどもわからなくて怖い。おはよう。もうこれすぐ終わっちゃう配信よ。何時に始めたかわからないけど、トゥルルルントゥルルルントゥルルン、何時からしたっけこの配信。何時って書いてますか、私のサムネみたいなとこ。あと8分くらい。でも夜もする予定ですよ、一応夜もね配信予定です。よろしくお願いします。メールにも書こう、同部屋次第です。48分からしてんの超中途半端。でも48から始めてる。おはよう。会社に着きました。早っ、何時起きなの。早いわ、めちゃめちゃ早起きさん、おはようございます。配信終わったら速攻で歯磨いて前髪をガチガチに固めることにしよう。うん、カラコン見てくれたの、ありがとうございます。カラコン私はまだ見れてない、早起きだったから寝ちゃいました。パッチャン、怖いな。クラコン、クラコンってさ、めっちゃノーマルカメラって感じだからドアップだったりする。だるまさんが転んだ見てくれましたか。だるまさんが転んだ、もっとおもろくしたかったな。ポケットのやつ面白かった。やったーやったやったー、ありがとう。皆さんぜひ TVer と FOD でSTU48 のクラコン、昨日の今日の12時25分にね、夜の放送されたやつが FOD と TVer で見れるから、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ぜひ。何が使われたのか私も放送見るまで分からんから。ボツのやつはX 旧 Twitter で公開されます。なのでよろしくお願いします。おはよう。楽屋入りのやつ、あ、そっか、それもやった。楽屋入りとだるまさんが転んだと大喜利系と、あと何したっけな、結構いろいろしました。美術館、美術館と何したかな、あれ11月ぐらいに撮ったんですよ、確か確かね、11月の自分の生誕の直前ぐらいに撮ったので、ちょっと記憶が。おはよう。いや、あ、イモツンしました。なんかね、難しかったです。イモツンって言ってうつ伏せに床に寝転がって、お尻とこう何このイモムシみたいにこの伸縮で進むゲームしたんですけど、これをねリオツンは家族でやってるらしくて、なんかちょっとどんな家族なのか気になる。気になります。おはよう。だって家族全員でやるらしい、イモツン想像できない。
それだけ床が綺麗ってこと、掃除が行き届いてるってことだし、お家が広いってことだ。今虫パセリ見てください。イモパ、おはよう。いやーもうそろそろ、いやまだだった、あと5分ぐらいでさよならです。準備が終わってない、準備しなきゃ。でも尻歩きはしたことがあるんですよ。尻歩きはバスケの練習で体育館を尻歩きで往復するやつがあったから、お尻のなんか左右の尻でうじりとさじりで歩くのをやったことあるんですけど、あのうつ伏せのやつはねちょっと初挑戦で難しかった、全然進まなかった。ちょっとやってみてくださいね、みんなも。お家とか職場で、職場で職場でうつ伏せになって上司とかと、こういう進み方、お尻上げてヒュッ、お尻上げてヒュッってやつをやってみてくださいよ。うじりなんて言うんですか、お尻の右半分、なんて言ったらいいの、お尻はうじりじゃないですか、違うの、うじりさじりじゃないですか。だってうのとか言うじゃん、さの、うのさの、右手左手、右尻、ちょっと歯ぎしりみがある。おはよう、うじりさじり、あまり聞かんか、あ尻を分けて考えない、そうか確かに、そうか、尻は2個1だもんね。初尻、あーうまい、初尻です、だって初尻、右大臣。夜配信します予定では、ちょっとわからない、同部屋のメンバーがいたらしません。動画のメンバーがショールーマーだったら、毎日配信メンバーだったらします。でも違ったらちょっと、今日はね結構遅くまで生配信あるから、多分帰ったら結構遅い気がするので、ちょっと分からん、まだ予定ではする。おはよう、ショールーマー毎日配信メンバーね。お尻とお尻でお知り合い、カバとカバとでかばい合い、お尻かじり虫。なんかさ、定期的にそういう、今っておパンチウサギ流行ってるけどさ、私が小学校の時はお尻かじり虫が流行ってる。定期的になんかちょっと流行るね、そういうキャラクター。お尻かじり虫、 Have a nice day。 おはよう、うじり流行る、おパンチュ、ウパンチュウサギ、どこに行ってもウパンチュウサギいる。タワレコにもいました、広島のタワレコ。ウパンチュウサギのコーナーがあって、ウパンチュウコーナーできてた。あ、おしり探偵、確かにおしり探偵もいた。あ、15分だって。ではでは、また夜配信します。これは仮の、仮のね、夜できなかった場合の配信なので、ちょっとあのする予定なんですけども、もし配信しないメンバーと同部屋だったらないです。今日は頑張ってきます。
壇上読んどこうかな。13位パヤモッチさん、12位アルテミスさん、11位石川先輩、10位キョンシュさん、9位コウさん、8位アーシラキさん、7位渡辺さん、6位コカジアさん、5位さとこさん、4位ショウさん、3位ミヤリンさん、2位しんちゃんさん、1位トニさん、ありがとうございます。ナンバーワン。ではみんなもいい一日にしてください。おやすみなさい。あ、間違えない、いってらっしゃい、頑張って、バイバイ、またねー。